朝野茂とは、南アフリカ共和国ヨハネスブルグ出身の日本人、ラフティング競技選手及びメンタル指導者。提携株式会社所属の日本唯一のプロラフティングチーム、ラフティングチーム提携監督。私立山手学院高等学校卒業。1993年に、オーストラリアで最年少ラフティングインストラクターとなり、以降世界17カ国、40以上の激流を下る。 1999年、グレード後の激流で行われるラフティング競技世界、大会キャメルホワイトウォーターチャレンジに、史上初の日本代表チームを結成し挑戦する。結果は16チーム中15位。2002年、日本初のプロラフティング競技、チーム、ラフティングチーム提携を結成。 同チーム選手兼任監督に就任。2006年、レオパレス夢応援コンテストで金賞を獲得。2007年、韓国で開催されたラフティング世界大会でアジア初の3位入賞。2008年、ボスニア・ヘルツェゴビナで開催された世界大会で準優勝。2010年、オランダで開催された世界大会で総合優勝を成し遂げた。2011年、 コスタリカ世界大会では世界に連覇を達成する。2020年9月26日事実が判明。https www.youtube.com スラッシュウォッチ、v イコール b1 オアザジベフル現在はチームビルディング、メンタルトレーニング、自然体験活動を主なテーマとした講師活動、執筆活動も行っている。 一般社団法人日本チームビルディング協会顧問。どん底から世界一、世界最弱ラフティング日本を8年で、世界一に導いた心の整い方へべゆ。2011年7月、ISBN 978から4から434158186。ありがとうございます。